愛。
サブタイトルが違うらしいですけど、9時から下通り始めますんで、店内中央のテーブルへ、参加される方、参加費を100円と、1周目2周目キャラ、お名前いただきまして、お待ちください。よろしくお願いします。お客さん、喋っていいですよ。まだいいんですか。なんか今日はチーム戦だそうです。よろしくお願いします。ちょっと少なめかな。皆さん忘れずによろしくお願いします。
はい。Yeah.
愛。Fire! Fire! 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 F
Fire!
Higher, 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 higher.
Fire! Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire!
Thank you.
Round 1, fight! Huh! Yoga fire! Yoga fire!
い。ヨガ前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 。Fire! Fire! 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 Fire!
準備ができそうなのでそろそろ大会を始めます。で最初に簡単な説明をするので、今のの試合終わったらなんか全員ちょっと手を止めてこっちに来ていただけると、今日はチーム戦で、なんだろう、ダブルなんちゃらメネーション、なんだっけ、イルミネーション、イルミネーション、イルミネーション、綺麗なやつ、クリスマスっぽいね。はい、じゃあなんかどうかな、霧がいいとこで、霧がいいとこでこっちに来てくれると。はい、ですね、今日はなんか友田さんがなんか紹興酒を、これどうしたんですか、紹興酒、あ、優勝チームと準優勝チームにはなんと紹興酒が1本ずついただけるので、初めて商品が出る大会です。で、ホワイトボードの方でチームメイトを確認していただけると。で、ピョンキさん、そこ配信台なんで、そこ使うので、はい、の試合の方まだ試合中？ジャパン。ラウンド1ファイト。はい、大会始まるので、の試合の方をやめていただけると。で、ホワイトボードでチームメイト確認して、チームで集まってください。はい。初対面の方もいると思うんですけど、ちょっとチームで固まってみてください。はい、じゃあ1回戦はこことここだね。1引いた人のチーム、スーさん、ユリッチさん、ニーヤさんのチームと、カワシムさん、タツトシさん、トモザさんのチームが1回戦です。で、チームリーダーじゃんけんしてもらって、先方だけ自分の方に申告してください。2キャラ目から被していいです。うわ、すごい、これ1試合から白熱の試合になってね。チームで先方決めたらば自分まで、あとワンピーツーピーのじゃんけんお願いします。で、ダブルなんだっけ、イルミネーション、綺麗なやつなので、負けてももう1試合あるので、ルーザーあります。チームの代表の方、先方決まったら自分まで、あとじゃんけんお願いします。そこでチームで先方決めてくださいね。カワシム、タツトシ、トモザ、ここです。ここ1番と6番がまず試合します。いや、内緒でいいんで。向こう先方なんか聞こえるように言ってるんで。あと試合なくてマイク持ちたい人いたらば来ていただければ。はい、
決まりましたか、決まりましたか。あ、じゃあついでにあの 1P2P のじゃんけんお願いします。ゆりちゆりち、じゃんけんじゃんけん、はい、お願いします、お願いします。誰でもいいから。はい、前方決まったら教えてくださいね。前方、一応、あの一応教えてくださいね。はい、じゃあ決まったみたいなのでどうぞ始めてください。あ、大丈夫。OK。 はい、こんばんは、ムーです。実況ムーとキサ君でお送りします。え、これ誰、カーシムと、あ、これ殺してるからあれだ、これまず殺してるだけですね。先方ユリッチって自分で言ったけど、そうですね。スーさん、ユリッチさん、ニーヤーさんのチームが 1P、 カワシム、タツトシさん、友田さんのチームが 2P ですね。はい、で先方がカワシム、先方カワシム対ユリッチ、バイソンですかね、バイソンですね。3オンのダブルイルミネーションで、まあ、ユリッチさんのね、やるタイプなんで一人で全部勝つ的なやっていく。お、開幕スライディング、スライディング強気、どうなんですかこれ、ダルシム的には。これたまに、たまにあり、あり、たまに、うん、あ、でもバレてたら死ぬはないんですか、バレてたら即死も即死、強気な行動。とりあえず橋には追い詰めたが、ファイヤーが打てない。さあ、だが体力的にはバイソン、おっと、これまずいんじゃないの。始まった、出る、普通に、さすがチャンピオン。開幕良かったんですけどね、スライディング。ユリッチ最近ね、なんかバイソンで勝ってますからね。いや、俺メインキャラだからって言ってましたよメインなんだもうフェイロみたいな、なんか弱いキャラやってらんねえとか言ってる。キャラ愛とかないんすね。あんなキャラじゃ勝てねえよとか言ってる。これはフライダメ。さあ、ユンピョ、ユンピョ、あー、生きては、生きてはいる。あと、そうなの。いいドリル、ユリッチ勝ち確だった気がしますが、グランドヘッドの連打2ドット崩れ、よかったですね。トリアホカーシム自ら近づいていった。これ多分あれですよね、これ勝てば噂のあれですね、俺博士とやってっからが聞けるんですよね。あ、これま、っていうかこれまずいね。あがー、死んだかああ同じ失敗を二度しないと。なんとカーシムがいきなり負けた。となるとタツトシさんが出るのか、お、友田さんが先に出る。さあ、これこの間決勝戦で当たっちゃって負けちゃって、友田さんが超悔しかったやつ投げて最後入って、あ、裏行っちゃった、危ない危ない、かなりずずしい。お、うまい、逃げた。あの高めを落とす術が、投げて痛い。あー、どうする、始まった、ケース、おー、ナイス投げ。ユリッチさんほどになるとやっぱあれですね、割とこうハラハラさせつつあー、バイソンいちいち痛いですね。投げて変な軌道、ちょっと高すぎたか、逃げる。さあ、引っかかった、うわー、長使っている、これはさすがにユリッチが、今日も乗っている、今日もユリッチの前に
や破れるのか友座。おっと杉下、うわー、いった、強んない、どんどんいい、投げて投げて、もう投げ裏から、あー強んない、危ない、ユリチュンがいい、わーやばい、出ない、ユリチュンが出ない、さあ投げ削って、一度と沖中盤に曲げる、中盤出すかねナイトメアだったら刺さってた気がするけど、そこはユリッチさんですね、なんとユリッチ2打点、このまま行ってしまうのか、さあ追い詰められた6番チーム、これユリッチは、はい、あのフォックスもバイソンでですね、なんかチームメイトがカスなので全部俺が勝つみたいなことを言ってましたね、まあ、まあ基本ユリッチの中ではまあね、俺以外みんなザコみたいな感じですね、完璧にそうですね、このゲースにザコしかいねえよ、本当にびっくりするようなビッグネーム以外は全部カスみたいな話ですからねでも博士とか四季以外はもうみんなカスみたいな、そうですね、まだ、あ、つけなかった、さあ投げ打って、ちょっと安直だったか、あー、削りで終わっちゃう、削られる、ユリッチがサントゼリーチ、やばいですね、あー、さすがチャンピオンですね、いきなり単パ、ちょっと今日も優勝するようなことがあるとあれですね、もう式でユリッチさんに会ったら必ずさん付けで呼ばなきゃいけないとか、そういうこんだけ結果出されちゃうんだね、まず削りきれない、おっと、いいかつなぎ、だがこれもうクレイジーガードできない波動も打てない、あかん今日も開幕あかんやつやと、いや強いですねユリッチさん、強かった、さあ次はノブさん、ネロさん、お茶丸さんのチームと、キョウさん、ペコさん、セロテープさん、さあチームメイトもぐったり、ちょっと試合していきます、はい、いやビッグマウスが炸裂してますね、次はノブさん、ネロさん、お茶丸さんのチームとキョウさん、ペコさん、ペコさん、セロテープさんですね、これリセットするのかな、今はあのチーム編成の出る順を考えてる、今は、順番考え中、あ、決まったようですね、先方が決まりましたね、2P がノブさんで、1P セロさん、ノブさん、剣対ザンギですかね、お今日は剣が多いんですね、剣が4人いますね、おお、いきなり剣対剣ですね、これは剣剣ですね、剣剣、あ、キョウさんになったようですね、先方が、うん、同キャラ、いやな、どっちがどっちだか、おっと、あ、劣化がない、あ、虫の息、京さんは結構中段を積極的に使ってくれる感じですね、足の中段をね、よく使いますね、はい、いい竜巻、わー、暴れてきますね、お、飛んでった、昇竜で返して、おっと、昇竜が当たってく、あーっと、割り込んできましたね、おっと、これはどっちの方か、京さんが勝ったんですね、はい、で次が お茶丸さん、お茶丸さん S ホーク、これは大会仕様ですね、大会用キャラ、
ケンタイ S キャラよくわかんないですねこれ。マイク？あ、これ通じる。はい。あ、お茶丸さんのえ、勝負。結構いい勝負な感じがしますが、キャラ的には。あっと、お、回そう回そう。お、いけるいけるいける。あー、回しました回しました。うわー、おー、ない、いい勝利。京さん、勝利の誘いがめちゃくちゃうまいっすよ。いい反応でしたね、コンドルに勝利合わせた。うん、ここは波動で手堅く。あ、あ、コマ振ってますね。ショーパンがやっぱ高橋名人並みの16連勝ですね。名乗ってただけのことだって。名乗ってたね。お、ナイス、スカジー。おっと、なんかすごい股間を連打してますが。お、表。お、いける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 。そう、回せ回せ回せ。股間連打はいっちょ、ちょ、一生一生。あー、レッパレッパで、なぜかレッパに引っかかった。これは本当出てた方が良かったんじゃないかなというね。で、大将ネロさんですね。ね、まあでもガイルバーサスケン、ネロさんのガイルと、いい様、よく見てる。そうですね。ネロさんね、やり込んでますからね。もう投げる。お、いいよ。体力リード。あそこはサマンが当たらないところだった。お、ナイス。そう、いける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 。あー、いや、おお、素晴らしい。なんと空中投げ。あら、なかなか難しいので。今度は剣が波動でペースを握る。いいよ。うまい。いい垂直受けだった。来ましたね、中段。おっと、なんかこちゃった。お、いける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 。あー、素晴らしい。ネロさん勝ちました。ネロさん一勝。これで残るはエスケンとザンギー、ザンギーのセロテッドが。非常にこれはセロ様には勝率高いですかね。これはいけると思う。バルログバルログえ、ザンギーフって書いてある。ザンギーフって書いてあるよ。ええ、ちょっと待って、セロテープザン、セロテープザンギーって書いてあるよ。なんなのこれは。いや、まあこれは普通にもうセロさんが1本取られた状態ですね。カチャ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 。よっしゃよっしゃ、いけいけいけ、パシンパシンポー。あおー、はい、ネロさん2連勝ですね。シロさん、ああ、じゃあ書き間違いだ。うん、こっちに書き間違いだ。うん、エントリーシートにですね、バルログでエントリーしてましたね。エントリーしてたんだけど、そのチームの時のそのエントリーシートでザンギって書いてしまって、でバルログですね、セロバルログで、はい、やり直して、やり直して、セロさんはこの白色のバルログが非常に好きみたいで、そうですよね。え、そうなの？そうは見えないね。なかなか強い布だと思うんだけど、この色のバルログ使う人っていうのは見たことないですね。そうですね、あんまり見ないですね。ああ。状況はこれも、あーっと投げにいった。この辺やっぱザンギの経験が、ね、出しで、ね、行きますね。ザンギスーパーターボというか、あのコパンがね。お、今のはいい、ジャンプ膝で返した、でも俺の今日は ムーさんに合わせる。なんとテラ出る、テラ出る、しかも3ヒットした。さあさあ、いけるいける、おっと、いけるいける。あ、これはもう決まる決まる決まる。はい、オッケー。ネロさんが取り返した。おお、いける。ソニックバシバシ、あれよこれ、
このリードを守る。おー出る。メロさんサマーのキレがいい。おーこれはこれはあそこ投げ投げ入らず入らず。サマーミスか。出る出る出る。あーと汚い。セロテープが汚い投げを。ここから多分セロさん焦るからそこ。あー今の投げ返すお手なのかな。やべね、ダブルサマーが出なかったらしい。ネロさん残念ながら一勝で終わってしまいました。これで京さんネロさん京さんペコさんセロテープさんがこれでセロテープさんのチームが勝ち抜け。はい、で次があうちか。次いやーセロ様危なかったですね。こっちの方にね残儀って書いてあったから間違って、うん、ねいやいや痛い痛い見ないで書いちゃったんだよね。うん僕ちょっとね、うん、おー怖いこの白いバロログの恐怖が危なかしい強さ、ね、やばいっすね。大きな危なかしい大きな危なかしいことだって一応ねダブルイリミネーションだから負けたチームもまだうんそうですね。次がムーさんとロードさんムーさん、ロードさん、ウラケニさんとスーさん、ユリチさん、ニアさんですね。さっきのユリチさんのバイソンっていうのはもう恐ろしいですね。でね、しかしなんでここまでユリチさんがいじられるのかっていうね、もうね、ね。あ、画面が止まってる。うん、もうすごいテンション上がってる、ね、また今日乾杯でしょ。さ、先方決まったみたいです、ね、またユリッチさんユリッチさん、なんでここまでユリッチさんがいじられるのかっていうぐらい今日はすごい強いですよね。でも、ユリッチさん愛嬌って面白い人っていうか、ねね、なるほど、ね、さあ、ここでユリッチさんバイソンにやるのがロードさん。ロードさん S 剣。あーロードさんの S 剣はどっかの辰俊龍にいきなり勝ってしまったというね私なんですかね非常にこの S 剣のこの足の昇竜の前が怖いというかでもこの飛んでるわけですよっていうね。もうこの真っ赤なシンクに染めるねもう恐ろしい男というかね。しかしこのユリッチバイソンさんもああ怖い。この攻めが非常に怖い。早いっすね。これはもうどない接中年って話で。おおやりたい放題ですね。ああユリッチさんはバイソンで出るんですかね。ああ怖いっすね。おお次はあさあここでムーちゃんのムーさんのダルシムあこれは結構注目な対決ですね。ですね。プレイヤー同士、ね、開幕バカになる時間で、ね、バシバシと半分ゲットから遠ざけることに成功。もう見ないすごい。いやこれはいやこれはユリッチさんバイソン恐ろしいっすね。ちょっとユリッチさんはメインがバイソンメインがバイソンフェイロンのイメージがあったんで非常にびっくりですね。あーすキンギーあーすごいっすね。いやこれは読めない全然わからない見ててそうあーなるほど博士さんとやっついにダルシムで
やられてるから、おお。いやでもユウさん すごいな、うん、しかしムーさんも頑張れ頑張れ頑張れ、ユウちゃん頑張れ、画面端画面端、バシッ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 、レイチ、うわー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 、いやすごい、ムーちゃん逆転、いけいけいけ、あーし、今のはジャンプのところ、スライディングのムーさんの得意なところを、すごいな、素晴らしいですね。で次が裏ケニさんの、おーバイソンバイソンですね、この、野球を、できるのか。裏切りさんは猫集め仮面のワスもあるんで、ある意味ムーちゃんもそうです。これある意味猫チームですね、猫チームですね、完全にこのキャット的なこのせめぎ合い。あ、でも裏切りさんいける？いける？いける？しかしこのスパコンはユリチバイソン、ここからここから、おーすごい、裏切りさん素晴らしい、これはこのユリチさんバイソンすごいな、飛び込みがすごいっすね。でも全然しかし、あ、でも裏切りさんがいける、いける、お、いけるか、いける、死ぬか、死ぬか、おーすごい、裏切りさんのバイソンが素晴らしい、すごい、これで今度はバイソンの恐怖に怯えるのは、さあ次はユリッチさんがいた方のチーム、さあ、いやユリッチさんでも素晴らしかったです。あさあ次がスーさんのダルシムかニーヤさんの問題、どっちか、あ、ニーヤさんの問題ですね、このニーヤさんの問題は本当前に攻める攻める攻める、こう全身のいつの間にかの至近距離が怖い、張り張りで、おーしお、今すごい、だか、足を、おおすごい、ニーヤさんのこの臨境変的な動きは本当すごいですね、なんと言いますか、その場の発想から出てくる試合というか、まあ、素晴らしいというか、うん、バシバシ、あ、ドスコイ寄せ、さあここから、あー投げる、そうですね、このニーヤさんの動きはこのちょっと待ってっていう部分に非常に戸惑いが出ますね。だから結構昔から見てると本当にこういったところのフェイント的なところが素晴らしいというか、うわースーさんが、さあ次は京さんとペコさんとセロテープさんと、ほぼ山本さんと、ピョン吉さんと、唐揚げ丸さんですね、むーちゃんお疲れ様でした。ユリッチ最強ですね。ユリッチさんやばいっすね。でユリッチさんのバイソンってなんか僕の見た素人の感想ですけど、すごい飛びますね、上から。そうですね、バイソンの印象というかあんまり飛ばないイメージがあったんで、それがすごい見ててびっくり。まあ確かに飛び結構飛んできますね、いやでもラケニさんも素晴らしかったですね、もうね、ラケニさんがアクを試してくれたんで、ね、もうそれで満足です。僕はムーちゃんの、裏ケニさんの猫集め仮面という名前だったので、猫チームと勝手に呼んでたんですかね、もうね、まさにキャットファイ、もうキャット的なものすごい攻めというかね、もうね、ほぼ4、ほぼ山本さんはチュンリー、前々から思うんですけど、なんで山本さんはほぼ山本さんなのかという、こう、ほぼなんですかね、完璧なんですね、完全体ではない、はい、ということはセルの第一形態ということですね、なるほど、優秀中、山本ぴょん吉からあげまるさんチームと、京さんのペコさん、ゼロテープさん、ペコさんのエスケンと山本さんのチームですね。ペコさんはこの足払いのフェイント前っすね、この前後の動きから来る思わず手動きたくなるような誘いを出してのこの足払いが、それすごいと思いますね。こうやっぱ S 剣の強さをうまく引き出したんですね。
うまくめくりのこれもガードして、すごい足払いだけで勝ってるっていう印象というか、すごいですね。SK テートも昇竜昇竜という印象があったんで、非常にすごいですね。おー、しかし昇竜出た。さあ、ここで山本さんはなんか打ってないですよね、うん、多分1ラウンドのここからもう飛ぶのが怖くなってる可能性がありますね。昇竜入ってない、さあ、ガシガシ投げない、投げた、あー1ラウンド目で空気も、おー、しかしここからやっていた、さあ、やっていた、わー、大昇竜素晴らしい烈火の大昇竜。さあ、ここで、ペコさんが、ペコさんが勝利ですね。ペコさんの S 剣は本当にあれですね。なんか さあ2人目が唐揚げ丸さん、唐揚げ丸さんの S ホーク、 S ホーク対 S 剣、 S ホーク対 S 剣、 S 剣スーパーでやれと、スーパーでやれと。もう唐揚げ丸さんというのは地上で回しのやり方も非常にすごい出る、バシバシバシッと、あ、しかしこれ怖い、あー動画早い、うーん、さすが S 剣です、まあ、S 剣素晴らしいですね。もうね、波動の一発が2発分出てんじゃないのかというぐらいのこの勢いですね。あー、しかしこの足払いが読めないですね。いや、これ破面に持ってっても S 剣は結構抜けやすいんで、あー、まあ、ちょっと厳しいのか、出るね、あー、で、ちょ、冷静に見ている足パシー、一体やっぱ勝利、あー、やっぱ勝利最大ですね。唐揚げ丸さん大将ですね。さあ、次がピョンキさんの、ピョンキさんのザンギ、ザンギ、お、ザンギ、ザンギ、ザンギがこれはいけるんじゃないの、ピョンキさんのザンギはザンギ S 剣、これは持論だとザンギ10なんですね。あー、おー、今のいいやんばい、ペコさん、おしっこがうまいですね。ペコさん乗ってますね、全然下がらない、いい地上、おお、この制空権の入り方がすごいですね。うわー、冷静、おー、それで、おー、うまい、寄らない、寄らない、もうまさに、おー、やる、おー、しかし一発入ったが、こっからどうなるでしょう、冷静に後ろに下がる、後ろに下がる、そう、ギリギリのこの前が、おー、中盤、さあ、これ、パシパシと、ジリジリしてる、お、しかしここあるのか、まだ分からない、あー、しかし吸い込みたかった、あー、うまい、今のうまい、最後は長州だった、これはもうペコさんの独断場ですね。もう、いやー、ペコさん三立てですね。ペコさん三立て目標がルーザーズもある、いや、ルーザーズもあるけど、いや、とりあえず、スーさん、ユリッチさん、ニーヤーさんと、キョウさん、ペコさん、スローテープさん、今日のペコさん、すごいですね、まるで豪華客船に乗ったかのような、ものすごい試験のポテンシャルなら、三立ても全然ありますね。もうあれですよね、もう京さんとスロテープさんからすればもうクイーンメリー号に乗ってるかのような気分でしょうね。もうね、でもスーさん、ユリチさんにはまだスーさんは1試合も出ていないというねもうしかもユリチさんの第1試合の時はなぜか敵側のこの僕の後ろにスーさんとニアさんが応援してたっていうねなぜここまでユリチさんがいじられてるのかユリチさんがペコさんの剣と、やっとここでスーさんのダルシムが、スーさん今日初登場ですね、初登場ですね、スーさんのダルシムと、スーさんのダルシムと、あれ X 剣になってるよ、えペコさん、あ、いや、キョウさん、キョウさんです、キョウさん、すいません、K
ケンダルシムは昔セロテープさんからもう剣は相当きついとかいう話は聞いたんですけど、でも京さんもまあまあやっぱダルシム有利は、まあ、揺るがないけども、この京さんのまでやればあ全然いける、全然いける。でもこの京さんもこの昇竜のこの突然昇竜というかまさに強昇竜というかされないですね。スー君が1本あ、今のフレームの中でもいい距離で画面端、画面端ちゃんと支えてますね。もうちょい近い代表でもらっちゃうんですが、確かされてるかもしれない。クーデター、クーデターを京さんもこの相打ち OK、 このいいですね、ハイヤモード、ハイヤモード、この竜巻の水面、あ、スーさん、いける、あー素晴らしい。スーさん、冷静にスー君、スレートね、一緒にね。さあ、続いて2人目が誰が出るか、おっと、ここで出たホワイトバルロこれ、さあ、セロバル、セロバルです。セロログが被せてきましたね。やはり、セロテープさんのこの白いバルロ、おっと、いきなり端っこ引き足お、ヒョウで抜けた。ヒョウが遅い、ヒョウの重なってない。おっと、おっと、おっと、これいきなさあ、ここにスクリューは存在してない。あーっと、ここ投げたかったか。どうした、どうした、セド様、セド様、頑張れ。全部食らっちゃった。あなたのバルログの後ろにはザンギーフがいるはずだ。さあ、ここで投げるか、投げるか、投げるか、投げるか。さあ、ヒョウは違う、ヒョウいけるか。あー、しかし、スー君いっちゃうか、このまま。さあ、すべきまで、おー、やばいよ。さあ、ここで1回転しちゃいけない。あ、そこで、いやー、投げられた、逆に投げられてしまった。どう、いや、セロログ何もできなかった、ね、しかし、ここで今日の大将のペカさんですね。このチームの豪華客船のこの S 剣が、さあ、ここにどうやって火を吹くのか。スー君、S 剣戦はどうか。おお、この昇竜足場しゃぶナイス対決。あ、それはまずい。この果敢な攻めはすごい。投げる選択とか、しかしなぜかファイヤー。ペカ、おお、すごい減る。この S 剣は減る。このダルシム相手にもこうやって足をちゃんと出すというのが素晴らしいですね。お、ナイスの射し、射し冷静にやって、おー、昇竜拳、昇竜の当て感が、うまい、いいですね、うん、お、なんだ、なんでうまいの昇竜だし、厳しいだろうですね。しかし、ペコさんも攻めます。ここから、すごい、スーさんがいいタイプで、おー、投げた。さあ、ここで1対1。さあ、これでリーチですが、しかし、ペコさんの動きはまだ分からない。ここから、さあ、船が沈んでしまうのか、しかし、まだ分からないぞ。三立て、ありえる。さあ、竜巻、すごい。さあ、バシッバシッと、こう、すごい、2回飛んできて、こうやって投げると、こう、強気な攻めがする。さあ、来た。まーす、来た。ペコ帝国来ました。ファイヤーにドン。これは、さあ、ここから逆襲が始まる。学者アジョル。ペコさんの文字の P はパーフェクトの P じゃないかっていうぐらいの勢いですね。バイソン。ここでチャンピオンのユリッチバイソンが。さあ、ここでユリッチさんのバイソン。しかしユリッチさんのバイソンは上によく飛ぶっていうこのイメージが、ここからエスケンのペコさんってどういう試合なのか楽しみですね。エスケンバイソンは、おー、投げる、多分いい勝負。バイソン少し有利なのかな。冷静にバイソンも有利。波動拳、波動拳、あの竜巻がね、あれが嫌ですね。あれが、おー、投げた、すごい、なんかダッシュ系を投げた。今日のペコさん超強気ですね。やばいっすね。やばいですね。おー、2ヒット、いいという、そういうすごい強気な攻め。これはちょっとユリスさんのバイソンとしては、これがね、非常に足が速いんで、溜めたいところを、さあ、ここに投げる、さあ、いけるか、投げる、さあ、パシ、さあ、ユリスさんが逆襲が来るのか、パシッと来て、これ、ユリスさんとしては溜めて、さあ、うわー、おー、素晴らしい、ペコさんの素晴らしい
素晴らしい。お、そして最後ホンダ。ホンダ。これはペコさん行ってしまうか。行ってしまうか。でもニーヤーさんの一瞬のフェイントから来るこのフェイントに対してペコさんがどうやってうまく切り返していくかというか。もう詳しく S K S K じゃない S K 相当 S K 相当 S K 有利ですね。カブスもいいところ。お、もう一応入って。そう、ニーヤーさん入った。うまく逃げた。うまく逃げた。こう今日ペコさん素晴らしい。踏んだ。上行けるか。昇竜じゃなかった。行ける行ける行ける。ハドケハドケ行け。これはもう、おお、足場素晴らしい。これはペコさんはあれじゃないですかね。パーフェクトエンターテイメントあのコロシアムオデッセイじゃん。オデッセイの逆なんですかね。これはね、素晴らしいですね。ペコさんが3択でやばいですね。おい、足払い。この足払い素晴らしい素晴らしい。おお、今日のペコさんやばいやばいやばい、まさにパーフェクト。やばい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 、来てる来てる来てる。これも MVP というか。これもちょっとニーヤさんのモチベが。やばい。完全にやる気なんです。さあここでここからここからもういいわみたいな。いい。あ、しかしここからさあビシビシビシ。おお、来た。これがニーヤさんの怖さ。まさに決勝戦。さあこれで決勝最後の試合っていうか。さあここでどうな、ペコさん頑張れ。さあここでじゃあニーヤさんも頑張れ。さあここで昇竜バシバシと。かくらない。竜巻、うっしゃ、今よくガードした。最初波動拳、波動拳。さあ、足払い、足払い、波動拳、波動拳。これでまた仕切り直し、ダイヤスタイク。ペコさんが相当冷静ですね。さあ、波動拳、波動拳。これきつい。さあ、ここで、ニアさんのこの、フェイント場をどうやってでいくか。しかも、ペコさんも、しっかりと守りながら。間に合っちゃう。間に合って、足払い、足払いです。すごい。波動拳、波動拳、波動拳。まさに、草。パーフェクトエンターテインメントコロニオデッセイがやばい。なんとロケッティアタイプ。なんというロケッティア、素晴らしい。ペコさん素晴らしい。ペコさんがなんと逆三立て。今日のペコさんやばい。素晴らしい。いやー素晴らしかったですね。僕は今日この後ルーザーズの決勝。あ、ペコさん散々言っといたから、あと後であの配信みたいな、配信みたいな、もうめちゃくちゃ言っといたから。やばい。あのコメントがないね。コメント全然来てない。今日のペコさんはもう俺はもうペコさんはあれですよね。PECO パーフェクトエンターテインメントコロニーオデッセイの略だと勝手につけといたんで。おまさに、ね、豪華客船クイーンメリー号のようなね。ルーザーズはどうなんですか。パッと言いますよ、ね。いやしかしペコさんの今日の冷静さのこの気持ちっていうか、もうどういうところから来てるのかっていうか、もう、冷静じゃん。いや今日は素晴らしい。いやでも本当ユリチさんの試合も素晴らしかったですね。ユリチさんがこのダッシュで来るところ投げたところがね、もうびっくりしますよ見てて ね。あ、じゃあ俺川島さんと友澤さんと俺とノブさん、ネルオさん、お茶丸さん、じゃあちょっと行ってきますよ。あ、じゃあ裏切りさん浦木さんがマイク持ってすいませんくれます。あんまり慣れてないですけどよろしくお願いします。少しさんが試合ですね。そうですね。ルーザーズのまずは川島チーム対、ネロさんチーム。川島チーム対ネロさんチーム。いや結構強えよ。チームワークの強い。ワイロ疑惑が消化。お、あー、それでかいですね。逆。あ、先方ネロさんと、はい、もう始まってますねこれ。タットスタンのリュウですね。そうですね。ちょっと画面がロードさん。ああ、ちょっと、大きいです。OK です。ヒットスさんが画面端を追い詰めて、おっ
と橋本今の勝利やばいね。エドさんの動きだいぶ良くなってきてますからね。そうですね、ちゃんとサマーも出るよ、ね、だいぶか、おーっと攻めてますよ。あーっと、多分パス当たり、あーっと、なんか出したのかな、なんかそうですね。もう開幕大多数巻き投げる、ダメージはガイルリードを、いいね、いいね、うまい、いいスタブですね。松の木をスタブで返した。これはちょっと遠かった。ここはガイルは守りきれる圏内、真空剥がして、松の木ヒット、ナイス、いける、攻め攻めですね。これまだあるよ。ソニックが結構早いですね。そうです、あー、対空が出ましたね。さあ、タスシさんの勝利ですね。次、ノブさんの、剣ですね。ノブさん龍剣対決、龍剣対決、面白い。いきなり足ヒット、大勝利ですね。波動の打ち合いから勝利は重当たり、ファイア波動、お、ナイス、よく待った。お、竜巻ヒット削って抜けた、あー削りみたいなもんですね。龍側が長州に行ってましたね。そうですね、確かに。避けてやる感じで、いい対空ですね。おーっと、センター足がヒット。さあ、ここから、おー、いいですよ。おー、いいですね。暴れに波動が、ここ中段入りましたね。中段大好き使いですね。足を見せてからの勝利、あー、惜しい。出してきますね。あ、今のは対空がないとこ。あ、大竜巻多めですね。お、うまい、垂直に波動。さあ、ゲージ溜まってるけども、さあ、あと見切ってるけども、おわ、いい勝利。あー、今のはレッパで削りかかったんですが、削り圏内でしたけども、ちょっと前に行きませんでしたね。そうですね、辰俊さん2勝ですね。さあ、お茶丸、あ、違うのか、あ、お茶丸さんの S ホーク、 S ホークと龍、ちょっとショーパンが多めの S ホークですけど、そうね、さっきはショーパンをすごい連打してましたね。そうですね、トシさんの竜巻がよく当たる。そうですね、竜巻がかなり多めですね。高い、あ、OK、 あー、おー、マジ今のはすごい、それ泣き読みだ。あら、 S ならではトシさんが乗ってる、乗ってますね。後ろの2人がかなり強力ですからね。安心してプレイしてるのか。そうですね、後ろにパーシムとトモザが使えているので、さあ、もう待ちの状態になってるぞこれ。あ、なんかまだ遠い。そうですね、おーっと、前に行く、あ、これ、ま、コントロが引きしまくって立ちだ。波動とコントロが相打ち、立ち台キックもかなり判定引っ込んでるんですかね、あれ。垂直ジャンプをぴょんぴょんと、ぴょんぴょん、波動が入って、おっと、あ、遠い。すごい。
削りが、削りが単調になりすぎてるぞ、これあーっと、ちまった、動画入んなかったもう、ウルフォーのホークみたいになってますねこれ、やばいですね、ちょっと削りで終わる可能性がわー、終わった、おー、これは暗い台風だった暗い台風狙いでしたねさあ、これでさあ、うん、あー、そうさあ、友澤さん、のべが茶丸さん対友澤さん、のべがですね、はい、これはベガがかなり有利な組み合わせだと思いますが、シャガムシューパン、そしてコパンレンダーがショーパン、コパンレンダーが始まった、一生ショーパンですね、これ本田さん、あ、これは、あ、うまい、この中の人がちょっと本田使いなんで、やっぱり連打力が、このコパン連打はなんかもう残像かかってますよ、これあー、そういう出しちゃった止めた、疲れるの街のコパンで止めた疲れるの街ですかね、これおっと、いい感じですよ、あーっと、おー、なんでも止めるすごいすごいやばいっすかなり、ティーホークが張り手装備してますね、これトムトム、あーっと、受け身がないぞ、これコモタが、これは強いところめくりはガードめくり、勝利引っかかって、スモープレス、スモープレス、あー、勝利壁じゃなかった、あー、立ち台キックには勝てないですね、さあ、ラウンド3、まあ、立ち台なのか、おっと、立ち台パンチタイプ、見切りはガード、おっと、いい感じは、あー、暗い投げですね、正面だった、あー、食らってしまって、川清水さん、辰吉さん、友澤さんチームが勝利ですね、が勝利ですね、はい、次が俺かな、はい、次は、喋ってた方々が、喋ってくれた方々が試合になっちゃったので、まとめて試合ですね、山本さん、ぴょんきさん、からあげ丸さんチームと、ムーさん、ロードさん、裏毛にさんチーム、あ、ちょっと辰俊さんが余ってるじゃないですか、マイク辰俊さんに、いやー、ぶっちゃけお茶丸さんがすごく怖くて、最後鼻水が出そうになってやべえなとか思ってもうやべえとか思っていや超怖かったもう どうしようかなとか、でもあれジャンプ中パンチやればいいってさっき聞いてて、もうすっごい、昔からジャンプ中パンチはよく使ってたので全然忘れてて、もう意味が分かんねえなこれ次がどのチーム、ロードさんと山本さんとムーさん、ロードさん、裏ケニさんと山本さん、ピョンキさん、唐揚げ丸さん、ほぼ山本さんとロードさん、山本さんはさっきの、どっかのペコ先生のね S 剣にやられてる部分で全然チュンリー全然チュンリーが有利、S 剣とチュンリー、下がって聞こうけど終わり
昨今なんかチュンリーの強さがよく議論されてるみたいですけどね。ねえ、もうほぼ同じじゃないかなっていう。ああ今の飛び方うまい。今の止めはうまいっすね。偶然かもしれない。いやいや。さあさあ2ラウンド2ラウンド。山本さんはよく飛ぶっていうイメージはあったけど、こうどうなんですか。おお投げる投げる。あーこの投げがムカつきますね。ねえ、チュンリー、まだロードさんはね、まだ始まったばかりで、もうね、チュンリーはもうね、毎日闘魂さんにいじめられてましたよね。ねえ、もう HD で闘魂さんに毎日いじめられてましたよね。で、次がバイソンはこれは、ウラケニさん。あーでもこれはあの山本さんと浦健さんというとなんか同期かなという印象があるんで、なんかほぼ同じ頃に始めたんじゃないかなという感じの印象があるんで、もっと前から、なんか式をきっかけになんかこの二人資料となんか同じ時に来てるので、あーでも山本さんのチュンリーかなりこれはいい攻めですね。チュンリーとバイソンだとどっちが有利なんですか。あ、なるほど。今のすごい。このパンチはすごいですね、今のね。飛行圏、飛行圏だ。飛行圏で離れる、飛ぶ。そこでオアをやりたい。しかし、飛行圏で、もう全て、飛行圏。うわベシー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 、そこからもうヘッド、もう定石通りのこのバイソンですね。かなり裏切りさんがこれは有利、クレイジー行くなーと。おーナイスガード。山田さんも百列で、おー今のはバイソンの腕に一緒だった。やっと溜まったがパラスマもなく、さあここで次に出るのはピョン吉さんかからあげ丸さんか。回転系が2体いるチームですからね。からあげ丸さんの S フォークですね。レシート下にやって、なんかバイソンというとなんかザンギー、バイソンはザンギーが有利って聞きましたけど、フォークだとやっぱフォークは厳しいですかね。非常に厳しい。回す。さあここからどうなる。ペシペシペシ。おー今の連打いいっすね。おーバイソンは足が速いからこういったのは分からないっすね。ピョンキさんはピョンキさんがこれに負けたら死刑有効。ちょ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 、ユーリッツさんだから厳しいの言葉。もうかなかなかユーリッツさんの言葉にはもうすごい、もうなんと言葉を出してるんだ。さあ側はピョンキさん頑張れ。ユーリッツさんの試験宣告を免れるんだ。さあここでスパコン。あーこれは相打ちでダブル KO。 あーしましょう。お配りファイルだが、ここでザンギーの、つなぎが甘いとしてくれんき。さあこ
おーあーまずいゆりちさんが非常に激怒されております。ユリが頑張れ、ユキさん頑張れ。メインキャラがサガトだって今日知って衝撃でしたけど、もうサガトさん残機で頑張れ頑張れ。ああまずい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 、まずい、し試験試験にならないよね。ああ危ない。せめて全部アッパーで打たないと。あ今のアッパーの方がアッパーなら頭に当たるんで。ああなるほど。さあここでうまくペースを掴んで、そこでヒョンキさんのさあペースがいくか、そこでバシバシと。ああ今の召喚になった。あー、あーまずいぞまずいぞ。ああピョンちゃんピョンちゃん、ああいかないいかない。ああこれはまずい。ああピョンキさんが死刑になってしまう。やばいやばい。ユリスさんが激怒直前だ。今日はチームメイトもないんですが、さあチームメイトのユリスさんがボクシングイカを、わーさあピョンスいけるか。さあ裏切りさんも頑張れ。さあこれさあじゃあ開けうわー雑剣だとユリスさんが立ち側と。さあここからといけるどこそ。あーとやばい浅い浅い。どうなるのこれ。どうなる。あーダブル九死に一生ピョンチ。ユリチさん勝ちましたか。ユリチさんのこのダメだなというこう言って大変に厳しいお言葉が今出られまして。ガード、ガードか上り中段。さあ次はムーさんですね。ムーさんのダルシム。これ逆にこれ勝ったら逆にその首じゃなくてその、このムーさんに勝ったら逆に死刑宣告はあの解除ということでできませんから。あーやっぱ厳しいですね、これ。あーシロさんはムーさんに勝ってるから、はい、つまりピョン…バルおいけるかいけるかいけるか。おー転ばせたい。ムーさん素晴らしいね。おいやーしかし今のこれは素晴らしい素晴らしい素晴らしい。さあこっからさあヒザ。おーどうもさっきから見てるとピョンキさんこの膝からのこのコンボっていうのが今一つこう気のせいですか。あーしかしあームーさんムーさんやばい。ムーさんあームーさん強い。さあこおおおわあ終わってしまう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 。頑張れ頑張れ。ああ今のお膝うまい素晴らしい素晴らしい。ああすごいやりおるダブル KO。 さあさあこれはまだわからないぞ。垂直っぽい膝が良かったですね。あれ結構判定があるんですね。ダメ橋限定のサーヤ拾った命だが。ファイヤーを受けて、ナイスイングレル。ムーさん安定の行動ですね。素晴らしい。ああ、ムーさんのこの距離の取り方が完璧ですね。素晴らしい。ダルシムのお手本のような。そうですよね。さあここで。ムーさん、ロードさん、ウラケニさん連戦で、ああじゃあ次がムーさん、ロードさん、ウラケニさんがその試合で、対戦相手が川島さん、友田さんで俺達成してですね、俺が全員倒してやるよ。
赤剣がロードさん、緑の龍がダストシさん、ダストシさんが全員俺が抜いてやると言いましたね。あ、S 剣汚ねえな、判定強えな。判定は強い。あ、もう少し歩きたいところ。さあ、アドを当たって、あ、昇龍がスカル、おー、歩き昇龍。いい昇龍拳、謎の竜巻当たって、昇龍当たり、お、波動も当たり、さあ打ち合って投げる。やりたい方でやってますね。あ、龍は早く真空溜めて、プレッシャー与えて、また投げられるけど真空パナして、あーあー、結構ロードさんの飛びのタイミングがうまい。お、受け身取って、あー、おー、 S 剣残る、残る。やばいな S 剣。うわー、 S 剣来たね。なんだよこのヘリ、体力ありましたよね。ありましたね。相打ちでなんで残ってるんですかね。 S 剣汚いとしか言いようがないですねこれ。カワシムさん、もう友田さんとカワシムさんのチームガチだなこれ。あー、ファイヤー食らって、あー、完封ですね。あー、これ本当なんかもうエスパーしなきゃ勝てないですからね。飛ぶんだ、飛ぶしかないんだ、飛んで大パンだ、大パンを当てるんだ、大パンで飛んで当てるんだ。TBS TBS TB、 あーダブ、あ、ダブルパーフェクトは なくなった。頑張れ頑張れ、こんな汚いダルシム殺せ殺せ。あー、ダルシム汚ねえなー、もう。じゃあ次誰だろう。あ、ダルダルですね、ムーさん。あ、これ頂上決戦だ。四季のダルシムは俺のことだと。あー、どっちがどっちだかよく分かんなくなるな。上から押さえつけるような感じと見せつつ、離陸前になんか置いといたわけになってるみたいな。実際誰が一番なんですかね、ダルダルは。うん、確かにな、東西戦とかでも KKY さん負けてなかった気がするな。おー、あれでピオル、あー、安い。悲しきテレポ。さあ1-1、これリバサテレポってラウンド持ち越したらまたやり直しなんですか。なんか2ラウンド目で頑張って出すのがあんま意味ないんですね。うわー、ラッシュ。あー、この立ち回り、
さあ最後裏ケニさん、でもさっきなんかの試合でも裏ケニさん勝ってましたよ。ユリスさん見てる限り9-1で、短波持ち越しやばいですね。終わっちゃう。開幕ファイナルやべえ。これはあー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 、なるほど、あれはリバサじゃないインフェルノだったんですね、さっきのコパン。あー、いやー、ニーヤー先生の解説が的確だ。あ、あー、いやなんかミスが目立ちますね。あー、どうすかこれ。あー、離しちゃってユリッチさんがずっとダメだってダメだってって言ってる。さあこれでユリッチさんのチームと、そうですね、川島さんのチームですね。くそー、 S 剣ムカつく。弱えでもロードさんすごい強い。でもでもダメ、 S 剣がトラウマになりますね。ちょっとペコさん、今度 S 剣さんあの100試合ぐらいやらせてください。じゃあこのまま連戦俺が連戦じゃあまた行ってきます。スーさん、ユリッチさん、ニアさんのチームと、タツトシ、カワシムさん、トモザさん、じゃあもう一回行ってきます。行ってきます。ダルが続きますが、ちょっとダルダルの話をちょっとムーさんに聞きたいので。ダルダルはまあなんか なんだろうね、いやよくわかんないよね正直。うわー、なんかレアな、まあ、つっても対戦が続いてますね。そこにやっぱ立ちキック置かれたりもあるし、そう。さあ、なんか俺のようになってるよ。本日2回目のダルダル、まあ、スー君が、あ、ほんとだ。あ、ピヨッタ、カーシムがピヨッタ、これ安い。これなんかドリルと、続きあれのなんかピヨリーチーあれの後出し、先出しみたいな。あ、これはマジか。伸ばし系が多いですね。あ、惜しい。やべえ、機能してるぞ。なかなか機能してますね。すごい突っ込んでる。あー、スコア大ポイント入れたい。あーっと削ってた。あー、捕まりましたね。攻めな対決なんですよね。お、うまいよ、うまいですね。おー、いいですね。す
あーっと、あーやばい、逆に使う、やばい、いい勝負だこれ。あーっと、もうまさかのスー君の勝利スーさんの勝利ですね。そうですね、そういうことですね。あのダルシムピラミッドの頂点はスーさんということでそうです、ダルダル全一ありますね、これ。さあ、トモザさんですね。トモザベガ、うまい、タッチダイパンが結構機能しますね。受け入れなかった、あーやばいですよこれ。あーっと入らなかった。あーでもうまい、あーっと引今はトモザがありました。リバサであえて燃えてゲージ貯めましたね。なるほど、なるほど、そう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 、あーそういうことですか。ここを見逃してついフレームを重ねちゃってうまくやられましたね。超最高、やばー、攻め攻めですね。あるよ、これ投げれば、投げない、うまい、あーいいぞ、あーお手玉、お手玉、まずい、あーかなり変な当たり方してましたよ今ごちゃごちゃっと、ドリル失敗が2連続でしたね。さあ、友田さん勝利ですね。ここでチャンピオン、チャンピオンバイソンが、あ、これそうですね、かなりの使い手ですから、来るたびに優勝という経歴の持ち主。また最高ループでだいぶ崩した そうですね、かなりぶっ破とも当たって、さあでも友田さんもあのバイソン使いでもあるんで嫌なと、ああ来ましたね、中足サイコ、もういやらしい、あのそうですね、もうバイソンそのものみたいな感じですね性格が性格が そうかなうまい。さあこの中足ダブルにを差し込んでいくとかなりめくり渡らず、あーっと浮いた、安い一発で済んだ。あ、これ始まるか、これわー削り、あーっと2段入りましたね。さあ1-1で、ユリッチ、ね、ちょっと友田さん頑張ってめくりガード、さあな投げ、あーいい、これピオリ、そうですね、さっきも見た、出した、あーこれユリッチが、おーいいよ、今のユリフレームはうまかった、おーい、ジャンプ読みの最高でしたねさあかなり温まってますよ。ニーアーホンダですね、大将。さあここら辺はかなり強者が続きますよ。あ、そうですね、なんか実質上の決勝という噂も、さあ小サイコで削ってきますね。あー刺さりました、おーっとかなり強引に全部ガード、あ、使わない投げに行ってますね。おお、続きを、おっ、あーここはちょっとミスった、おお、あーかなりの読み合いが今さあ、ドラゴンボールのあのシュン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 みたいな感じですね。ホンダが上から、さあスノープレスで始まったかこれ。あーとやばい、お、今のよく耐え、今のよく耐えましたね。あーもうこれはまずい、あーリバーサーの張り手で友澤さんが、さあニーアーさんのチームが勝ったということですかね。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。た、そうですね、温存してたという作戦通りですね。本田に竜を当てると、さあ、竜本田ですね、辰年さんの竜ですね。あーっと、画面端の入っちゃった。おったー、いや、結果オーライ、お、いいファイヤー、そうですね、処理。あー、今のは捕まれ、ガードしてる。魂の大昇竜は使ってしまいましたね。ちょっと前に出てガードしましたね。さあ、あーっと、お腹が飛んでる。あー、捕まえた。何返し、ありですよ。あー、今攪拌が取れてない。ガストさん、ガストさん、おっと、イーファイヤー、イーファイヤード。あと、これ、あー、打ちどころがやっぱうまいですね。ニーヤーさん、ユリッチさん、ツーさんのチームが勝利ということです。そうすると、ルーザースのこれ次はもう決勝、すいません、決勝がもう、あ、そういうことです。あ、ライフ2同士のそういうことですね。先に2勝った方が優勝ということになりそうです。うわ、怖かった。これで決勝ですね。うわ、お互いライフが2ずつなので、まあ、2回勝った方、先に勝った方が、勝ったチームが優勝と。いや、京さんと、スーさんですね。つまり決勝が、スーさん、ユリチさん、ニーヤさんと、京さん、ペコさん、セロテープさんですね。で、1試合目が、スーさんのダルシムと、京さんの剣ですね。ライフ2同士の、決勝となりました。12月11日日曜日、小山ニュートンでですね、フォックス、こちらの前夜祭という形で、友座オーバー X トックスという形で、今日はお送りしています。今日の、すいません、間違えてました。スー、ユリッチ、ニアチームがライフ1ですね。スー、ユリッチ、ニアチームがライフ1で、セロテープ、ペコ、キョウチームがライフ2と。つまりスー、ユリッチ、ニーヤーチームは2回勝たないといけないっていう。そうですね。逆に、ニーヤー、キョウ、あ、キョウ、ペコ、セロテープは1回勝てば優勝とか、優勝という。あー、これは展開はどうなるかですね。さあ、始まりましたね。先方スー君と、京さんの剣ね。スー京ですね。はい。さあ、開幕竜巻。スー君また色が変わってる。今度カーシムカラーになってます、ね。うまい立ち台剣。ジャイアンボール。いいファイヤーモード。あー、もうこれはもうダルシムの前。おー、あー、素晴らしい。スー君冷静ですね。完全対応。2本目。あー、この飛び込みからのこのスライディングがもうダルシムがすごい。おー、素晴らしい、素晴らしい。インフェルは頭になかった。今の距離危ない。
さん波動、まあ、これはもう波動で相直径が、あ、これですね。スー君が、スーさんを冷静に取った。さあ次が、ペコさん、セロテープさん、どっちがこれは、まあ、セロ様でしょうね、やっぱり。あ、そうか、バルログか、セロ様の、シースルーバルログですね。さあここでシースルーじゃない気がするんですけどね。なんかこの色が好きみたいだね。さあ、さあ、すごい、おー、スーさん素晴らしいですね。おっ、あテラーなんか、なんかセロ様がスライディングが出てましたけどね。あ、バカになって、うん、そこは当たらないよ。塩出すわ、塩出す、スライディング。テラーが出るか、いやしかし、うん、お、めくった、うん、ここからセロログどうすんだ。セロログどうすんだ。ログ、あ、お、投げた、投げた、あ、あるよ、お、これは今日に行かない、なんで。あ、じゃあこう、こちゃって、いけるか、いけるか、お、しかし、あー、あー、ダメだった。あー、セロ様惜しかったですね。セロログ散りましたね。スーさんの強さんに対しては割と待ってるようで、2ラウンド目のバルログ戦は攻めてるというところが、そうですね、バルログ戦はやっぱやるしも行くしかないんで、ここのペコさんの今日の勢いがすごい。ペコさんの S 剣が超スラじゃないと当たらない、うん、もう投げる、あ、危ない、怖い、怖い、怖い、やっぱり S 剣が怖いっすね。わー、すごい、わー、ペコさん、さあペコさんのまともや乗りに乗ってしまう、乗りに乗っちゃうか、ガードしちゃった。受け身がない。ペコさん受け身がない。ペコさん攻めますね。うっと、されてた。受け身がない。また、おっと、また投げる。お、これはやばい。やばい、やばい、やばい。あ、また投げる。さあ、そこ勝利。あー、すごい。ペコさん恐ろしい。さあ、これでスーさんのダルシムに勝って次に出るのが、おっと、ここでニアさんのホンダですね。S剣に、S剣にホンダ。あー。さあ開幕から、うん、さあドスコイが来て、ユリッチが出なかったのか。ユリさんは美味しいところでドスコイで、いろいろ入って、ドスコイで、オーケー、おー、今の立ち台キックはどうすんだ。ハドケン、あー、少し勝利権、ハドケン、ハドケン、ハドケン、あー、死んじゃう、死んじゃう、あ、すごい、あ、今鬼武装を出してたのか、てか止まってたの、持続してたのかな、今鬼武装が出てれば空中 1,2 ヒットで冷静に待っても勝利をすごいですね。おー、ダイヤシ、まあ、うん、浮き上がりにダイヤシ、お前チラシにした、おー、すごい、この誘いは素晴らしい。ペコさん、続きに勝利を合わせまくってますね。かなり今日のペコさんは安定度が。ここでチャンピオンバイソン、ユリッチの登場ですね。ねえねえ、ユリッチさんが。ユリッチさんのバイソン。ね、これ、ペコさんが勝てば、まあ、そのまま優勝と。優勝。ということは、これはユリッチさんの人ってある意味、非常に美味しい状況かも。そうなんですよね。ユリッチが勝てば、勝てば一回ですね。一回勝ちという形。竜巻がね、バイソンは引っかかりやすいので。あ、今の、今のすごい。もう打つ。まだ止まった。ああ、さあ難しい。ここでさあ、ここで溜まってる状態でどうするか。からどうスパコン決めるのか。ユリッチ、ちょっとグッパしない。おー、すごい、あ、運がある、変な当たりが、あ、ここからどうなる、投げに行かない。ペコさんが冷静に後ろに下がって、うん、足まで荒れたのかと、今届かない、残り、おーっと、残り10秒で、さあこれはリーチ、リーチ、リーチですね。ペコさん、これ勝てば優勝、ペコさんもパーフェクトな
レイが出てしまうか、それともユリッサの逆転がなるか。あ、ちょっと惜しいことだな。あ、痛いの入ってピオリッチです。多分、あー来た、バイソンペース。おー、素晴らしい波動の出がかりですね。このバイソンの手は読めないですね。すごいですね。外足長いですからね。強いので、あ、おいしい、おいしい。さあ、ここで投げる。さあ、まだピオらない。さあ、このペコさんの意識配分がどうやってるわけですか。しかし、ナイス。さあ、わからない。おっと、この男がいけるか、いけるか、ペコさんチークは。さあ、いけるか、いけるか。おお、素晴らしい。ペコさん、素晴らしい、勝ちました、はい、ペコさん、セロテープさん、京さんの優勝、優勝ということで、いや、今日は素晴らしい、セロさん、素晴らしい。いやセロテープさんのバルログ、京さんの X 剣で、ペコさんの S 剣ですね。負けちゃいましたね。いやじゃあ優勝の、優勝のセロテープさんに、じゃあ一言、優勝インタビューは今日は、じゃあ3人とも、いやおめでとうございます。じゃあまずは、京さんから来ました。京さん、今日優勝おめでとうございます。京さんの X 戦おめでとうございます。今日はどうでした、団体戦という形で。別に活躍できなかった。いやでもこのね、チームの勝利というかね、こうもうね、この豪華客船のペコさんがいましたからね。もうね、もうね、でも京さんも非常に忙しい足払いで、また、ね、お願いします。じゃあ次は我らが、指揮のヒーロー、セロテープさんですね。シースルーバルログでしたね。おめでとうございます。松尾見習ってやっぱ自作自演で優勝しないとね、恥ずかしいから、ね、大会主催したら優勝するっていう、いやそれだけ、もうチームメイトの段階でまずね。2016年になってセロテープバルログを初めて見たんですけど、昔は使ってたんですか。いや、つい一月前ぐらいから。つい一月前前から。じゃあスーパールーキーですね。諦めなくてよかったです。諦めなくても本当によかったですね。頑張りました。素晴らしい、初優勝。いやー、ありがとうございます。恐ろしい台風の目になりそうですね。フォックスの活躍も期待して。もうダメなの。あっちゃーじゃあ最後に、我らヒーロー、ペコさんですね。ペコさんのペコは、パーフェクト、ペコさん入ってる、入ってある、はいはい。パーフェクトエンターテインメント、コロッセオーデニーという、こう、勝手に名付けてしまった。合格合戦、クイーンメリー号と言わんばかりのこの強さ。今日、いやでも、ペコさんの強さっていうのは、その S 剣というキャラ以外の部分で、意識配分的なものとすごい攻めますね。今日はそれがまずびっくりしましたね。いや、もう、セロ様がね、最初に残機出して、もうその段階でなんか僕の中では、チームメートのおかげで勝てたなと。割と S 剣はその待っててやるっていう印象があって、まあ僕は今日そのどっかのその S 剣に負けてしまったんですけどね、まあそれを置いといて、でも飛び込んでの意識配分とそのしゃがみ大キックで何回も投げるその心の強い部分はかなり見てて素晴らしいと思いましたね。いやね、また大会の方、ぜひお願いいたします。全然野菜風で勝てますね。今は全然野菜風で。ありがとうございます。大会初めて。あ、そうですよね、そうですよね、そうですね。いつもの大会は勝てないけど、チームメイトがいると全然勝てなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあなんかいつもとルールを変えてちょっとやってみたんですけれども、まあ、これもどんどん楽しかったんで、また機会があったら。おお、カメラってあります。じゃあ京さん。なんか今回は、友田さんの方から勝負手2本を勝利いただいているので、非常になんかね、申し訳ないんですけど、僕とチームメイトで裏山。おー、豪華ですね。
ね、素晴らしい、全く読めない読めないですね、読めない、中国語って漢字ばっかりっていうか、うん、これで明日が西日暮里 VS で前夜祭という形と、よくわからないですよね。で12月11日の日曜日に、フォックスですね、こちらの方が行いますので、ぜひ、お誘いをするので、でよければ、ね、暑い試合があるよ、暑い試合あれね、いや今日はでも今日はやね、非常に有意義ある大会だったんじゃないですかね。なんといっても、ね、もう、バルログバイソン新キャラとこのね、もう、いやー、やっぱり普段これだけ長くやってると普段使ってる方が違うキャラ使うというところが新鮮で良かったですね。え、映るの？え、いや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 、映るのは恥ずかしい。サクサクね、商品だけ釣れるんだ。デイトナー式、スパツ X 対戦会、このように行っております。毎週金曜日20時から行って、ミニの大会式の舗装道も21時頃より行っております。初心者大歓迎でございます。ぜひお誘い合わせの上、ご来店くださいませ。今日は本当楽しかったですね。またぜひご来店ください。あ、はいはいはい、美味しい紹興酒。やっぱり見える見える。ペコさん乗りの。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。では、この辺で終わりにしたいと思います。